バイルハウスで生活をしながら全国に歌いに行かせていただいているベース弾き語りシンガーソングライターのトール小林です。この動画はトール小林が実際に過ごした1週間の記録になります。よろしかったら最後までご覧ください。それではどうぞ。おはようございます、トール小林です。さあ今週も始まりましたトール小林の1週間でございます。こちらは道の駅愛花渚公園でございます。後ろに見えるのは宍道湖です。昨日はですね、松江にありますブルードアさんでのライブご来場いただきまして、皆さん本当にありがとうございました。そして主催の松本さん、もう何年ぶりでしょう、5年ぶりぐらいの再会でございました。いやー、いろいろお互いに乗り越えるもん乗り越えて、なんか会うとちょっとグッとくるもんがありました。本当素敵な時間ありがとうございました。というわけでですね、今週は舞鶴宮津でライブがございます。京都の日本海側の方までね移動します。今日は移動日になります。洗濯物も溜まってるんでね、それとかもちょっと今週中に洗ったりなんかしたりとか、とにかく今日はもう温泉使ったりなんかしてゆっくりしたいなと思います。というわけで本日も、そして今週もよろしくお願いします。行ってきます。というわけでございまして、こちらは三保関灯台でございます。島根半島の東端、そうでございます。それでですね、さっきここでちょっとカバキュの動画を撮らせていただきまして、もう眺めがいいんでね、最高なんで、まあ、温泉ちょっと行ってこようかなと思ってます。というわけで行ってきます。水は諦めました。せっかくね、フットに来てますから魚食べようと思って、日替わり定食は青旗の唐揚げでございます。こちらいただきたいと思います。おはようございます。こちらは道の駅アラエッサでございます。おはようございますと言ってももう12時はとうに過ぎておりましてですね、今日は何もない移動日でございます。ちょっとずつちょっとずつ舞鶴宮津かの方に行ってきます。その前にですね、せっかく祭りに来ましたから牛骨ラーメンをランチにね、もう今日はもう緊張計画してましたんで、そんな感じですぐ近くにあるので、そこでランチをまず食べて、そこからバッと行ってきたいと思います。というわけで本日もよろしくお願いします。行ってきます。じゃあ行きますか。はい、というわけでございましてですね、コインランドリーで洗濯なんかしたり、もうずっとなんか寝てた感じですけども、自炊タイムでございます。もうサクッといきますよ。人参、ブロッコリー、玉ねぎ、これ3つ道の駅で買いまして、豚肉使い切りパック、もういつも通りスープです。もう説明不要でございますけども、それではガッツと作っていきます。頑張ります。いきましょう、開封の儀、熱っ、オープン、よいしょ、熱っ熱っ熱っ、ベアベアベ、めっちゃうまそう、あ、いい感じやな、おお、めっちゃ柔らかい、さすがシャトールシェフ。はい、というわけでございまして、本日はこんな感じで遊ばせていただきたいと思います。
ありがとうございました。おやすみなさい。よし、いいですか。ちょっとしょけたそうかな。ありがとうございます。こちらは白兎海岸でございます。前回来た時は強風でめちゃくちゃ寒かったんですけども、今日は雨でございます。梅雨なんでね、当たり前なんですけど、今日もですね、何もございません。移動日でございますが、ちょっとずつちょっとずつ京都の方に行っていきたいと思います。ゆっくりちょっとなんか動画作業したりとか、その作業の方を進めていきたいと思います。というわけで本日もよろしくお願いします。あ、雨が届いてる。はい、というわけでございまして、こちらは中間温泉有楽館でございます。源泉かけ流し 100% 楽しみでございます。こちらですね、ちょっと早いんですけども、お風呂にしたいと思います。というわけで行ってきます。さあ、自炊タイムでございます。昨日の余ってる玉ねぎ、人参、ブロッコリー、サニーレタス70円、ほうれん草100円、これを使ってですね、一応サラダとスープとにしていきたいと思います。ちょっと野菜こっち食べましょう。じゃあ作っていきます。はい、それではいきます。開封の儀です。オープン。しゃおー、大量のほうれん草と、下から玉ねぎと人参とブロッコリーと、こちら人参とサニーレタスでサラダにしました。で、ご飯も炊けましたんで、これでパンパンにしたいと思います。今日は肉なしでこんな感じでいただきたいと思います。いただきます。おやすみなさい。よいしょ。いや、いいですね、早めのご飯だね。おはようございます。こちらは道の駅浜坂の里でございます。山陰海岸ジオパークになってるそうでございます。まあ、今日も移動日でございます。そんなに移動はしません。ただですね、もう動画編集だとかいろんなものがもうがっつり溜まっておりますので、そちらをしっかりやりたいと思います。ちょっとだけ移動しますけど、で、本日もよろしくお願いします。はい、というわけでございまして、こちらは久美浜温泉湯本館でございます。前も来ましたけども、ちょっとせっかくもこっちに来たんで、もう源泉かけ流しのここはもうすごい良かったんで、また来ました。もうなんかすごい気温が下がって体も寒くなってきたんで、ちょっと温まってきたいと思います。行ってきます。もう寒い。今久美浜到着しましたが、雨がもうすごいバッサバサですけども、自炊タイムでございます。昨日のレタス、玉ねぎ、買ってきたのが人参、もやし少量パック、鶏皮78円。今日もちょっとしっかりスープとサラダにしていきたいと思います。というわけで頑張ります。よっしゃ。さあ行きます。開封の儀でございます。オープン。よいしょ。さあ、この大量のもやし、わ、もやしいい感じだね。一応火を止めて、シャトルシェフの余熱だけの時にあのもやしを入れまして、かわいい感じですね。あ、人参も、人参どうですか。あ、いいんじゃない。あ、うまそう、これうまそう。で、レタスはこんな感じですね。ポン酢とごま油のいつもの感じですね。はい、というわけでご飯も炊けたんで、今日はここで休みたいと思います。ありがとうございました。おやすみなさい。よっしゃー、いいんじゃないですか。はい、というわけでございまして、こちらは道の駅久美浜山海館でございます。日本海側の京都になります。昨日のうちに京都に入りまして、ライブは明日天の橋立てからスタートするんですが、今日もまあ移動日でございますので、ちょっとまあ作業の方がね、まだ溜まってますんで、そっちいろいろ進
進めていきたいと思います。というわけで本日もよろしくお願いします。行ってきます。夏だね。何でしたっけ、タイザーにあります恵比寿さんで前出させて、歌いに来させてもらいまして、ちょっと遊びに来たらですね、あの T シャツ、マスターの着てる T シャツ、全く同じやつをまたこいな T シャツいただきました。ありがとうございます。いえいえ、また待ってます。また来ますんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。すいません、ありがとうございます。突然、はい、すいません。いえいえ、ありがとうございます。ごちそうさまでした。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろに見えておりますのが立岩でございます。本日は天の柱にありますあやさんでライブを迎えます。立岩さん、本当ありがとうございます。もう本日もしっかり進めさせていただきますんで、すぐ近く温泉があるので、そちらでちょっと温泉にちょっと入っていきたいと思います。というわけで行ってきます。すごい湯だ。はい、というわけで立岩からすぐのところにあります三五温泉橋湯道でございます。日帰り温泉がやってるということで、ちょっとさっぱりしていきたいと思います。というわけで行きます。はい、というわけで到着いたしました。こちらは天の橋立にありますレストランカフェあやさんでございます。本日こちらでライブがございます。レイリーさんとですねやっていただくんですが、こういう感じになっております。ありがたいですね、ここまでやっていただいて。というわけで本日6時半からオープンになります。もうリハは終わりましてですね、あとはレイリーさん増しでございます。その前にちょっとせっかくですから、元伊勢のこの神社さんがもうあっちの目の前にあるんでね、ちょっとご挨拶行っていきたいと思います。というわけで本日も頑張っていきます。よろしくお願いします。というわけでございましてですね、あのあやさんでのライブ終わりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。レイリーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。あやさんはあの、はい、YouTube チャンネルがありますんで、あのよろしかったら、はい、ぜひチェックしてください。よろしくお願いします。レイリーさん、明日もよろしくお願いします。よろしく。ありがとうございました。イエーイ。ありがとうございます。こちらは道の駅宮津でございます。昨日ですね、あやさんで歌わせていただきました。本当にいつもいつもありがとうございます。そして今日もなんとレイリーさんと一緒にやらせていただきます。本日は舞鶴でございます。舞鶴のハモさんで歌わせていただきますんで、もう今夜もガッツリともうしっかりやりたいと思います。というわけで本日も行ってきます。ちょっともう風呂どうすっかな。これこちらは道の駅トレトレセンターでございます。せっかくですから魚が食べたいということでございまして、ちょっと奮発して海鮮丼を開いていきたいと思います。うわー、行ってきます。すいません。ネギトロ丼でございます。
こちらですね。こんな感じで歌わせていただきます。本日もレイディーさんよろしくお願いします。というわけで、帰ったらちょっとリハやって本番に備えたいと思います。というわけで本日も頑張っていきます。よろしくお願いします。お疲れ様でした。ありがとうございました。今動いてます。ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。レイさん、スカワ、ありがとうございました。お疲れ様でした。よろしく。また遊びますんで、はい、よろしくお願いします。よろしく。というわけで、今週、こんな感じで終わります。はい。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。気をつけて、本当に。ありがとうございます。また、よろしくお願いします。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございます。